At Keio University, the Ryogo Kubo Laboratory in the Department of Electronics and Electrical Engineering, Faculty of Science and Technology, aims to help achieve a society that's friendly to people and the environment from the viewpoint of infrastructure services. The laboratory does research in the fields of control engineering to enable systems to be operated freely and information and communications engineering to connect multiple systems through networks. システムが高機能化されているということになると、まず豊かな生活として、さまざまな、今まで実現できなかったようなサービス、例えば電力のサービスであったりとか情報通信のサービスが、実現できるようになります。でそれに加えて、ただ豊かになるだけではなくて持続可能な社会でなければいけないということで、消費エネルギーを、削減したそしてかつ豊かなさまざまなサービスが享受できるような社会というものが実現できるようになるというふうに考えています。The networked society of the future will emerge through research in many different disciplines. By combining control engineering with information and communications engineering, the Ryogo Kubo Lab is doing R&D on two new technologies.一つはネットワークを介してモーターなどのアクチュエーター機器を制御するという研究に取り組んでいます。でこれを実現するためにはまずネットワーク側で遅延を少なくするあるいはバケット様子を少なくすると、いったような、情報通信側でのやらなければいけないこととあともう一つ制御側で遅延があっても、高精度に制御ができる安定した制御ができるといったことを実現する必要があります。もう一つ、行っているのが、ネットワークの省エネの研究を行っています。具体的な、技術としてはいわゆるスリープモードと呼ばれるものを使っておりまして、ネットワークの機器をトラフィックがない状態の時にはスリープさせて省エネを図ろうという技術になります。ただトラフィックは常に流れているものですのでうまくスケジューリングをしてスリープをしていくそのためにどのような手法が必要なのかということを主に制御工学の観点から検討しているということになります。当研究室ではそれらを融合してネットワーク側でまず遅延やパケットロスを小さくしさらにそれでは取り除けない部分について制御側で保証するというような両面からのアプローチというのを取っています。 The world of networks evolves from day to day. Controlling networks efficiently makes it possible to suggest a variety of services and to reduce energy consumption.Helping to make society both sustainable and full of benefits. By researching two technologies, control engineering and information and communications engineering, the Kubo Laboratory is contributing to the world in partnership with various institutions and academic societies. 私どもは特にシステムの研究をしておりますね。システムの研究というのは、もちろんですね、いろいろな努力をして、日夜ずっと研究をするとか、勉強をし続けるというのはもちろん重要ですけれどもそれだけではなくてシステムは社会で使われるもの誰かがサービスを享受するものであるということから、どうやって使われるのかということをやっぱり意識しないといけないというふうに考えています。したがって、そのシステム自分の作っているシステムというのが、どのようふうに社会に役立つのか、現状今必要とされているのかというのもありますけど、将来どのように必要とされる可能性があるのかというところまで考えて研究をしなければいけないというふうに考えています。